ニュースポストセブンです。やんちゃ証言です。強制わいせつ致傷疑惑が報じられた西武の主砲山川穂高選手、以前から山川選手の私生活の奔放さを知っている人からは呆れる声が広がっています。山川選手を知る人からは、山川が贔屓していたのは女性記者が多かった、お酒も非常に強いが酔ったら酒癖が悪く、後輩に無茶な絡みをするのは日常茶飯事といった証言のほか、入団当初は先輩選手たちも可愛がっていたが、グラウンド外での女と酒の失敗からあれはダメだと離れていった選手も少なくないなどの声が上がっています。